からやっぱり30代の社長がガッと増えて大企業も変わり、でそれでベンチャーも一緒になって変えていく、やっぱり2050年を希望のある国にしたいと、そのためにやっぱり20代30代、まあ、40代もそうですけど、どれだけ今責任持って一緒にこう力を合わせて使命感を持ってやるかだと思うんですよね。それをぜひ一緒にやっていきたいなと思います、なんかね今日楽しかったんですよ、あ、あの興味ないとか今日はね後半に向けて絶望感を感じなかった。素晴らしいことだと思う。これ相当珍しいことですから、素晴らしいな。素晴らしい。はい、皆さんこんばんは。ウィークロチェアの時間です。本日はですね、大企業の新リーダー論ということで話を進めていきたいと思います。落合さん、なんかあんまり関係ない話してて興味がないってことですよね。あ、まあ、バレた。やっぱりそうですよ。いやでも若さは関係ないからね。それ言ったら終わりしまいですね。だって、はい、なんかリーダーってさ、はい、ほぼ個人の性質じゃない、はい、でだから母集団として若いか若くないかってのは、ぶっちゃけ話どっちでもいいなと思っておるんですが、すいません。早速ですね、今夜のゲストの皆さんをご紹介したいと思います。まずですね、サントリーホールディングス社長の新浪毅さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新浪さん、もうお忙しい中ありがとうございます。新浪さんはまさしく30代社長の走りということで、最初に社長されたの何歳の時ですか？35ということでなってますね。いずれにせよ30代前半で丸の内から抜け出たいと思って、画策して、はい、お金も少し出してもらって、まあ、やりましたけども、まあ、それ実は最後あの上場企業になるんですよ。でもその前にちょっとまた戻れということで戻されて、で、まあ、その後ケンタッキーフライチキンという会社、三菱商事が持っているんですが、そこの改革をやって、その上で、好きも嫌いもなくローソンへ行ったんですけど、でもローソンで、まあ、12年半やったんですが、ほとんど多くのことはその給食事業なんですけどね、病院給食やった、それが全て原点であったと、まあ、こういうことなんですけど、ね、なんで丸の内出たかったんですか？いやなんかね、まずなんて言ってもその会社で自分の人生決められるなと、当時は入った部門に行って、で、まあ、ロンドンかニューヨーク相場やってましたから、そこへ行って帰ってきてまたどっか行ってっていうね、まあ、決められた人生っていうか、そういうものから脱却したいなって、そう思ったんで、その前に留学したのもそういうことで、まあ、自分で自分の人生決めようと、まあ、そう思ったんですけどね、はい、そういうことですね、当時は本当稀だったわけですもんね、30代社長、大企業30代社長っていうのは。分かりました。続いてのゲストがデロイトトーマスベンチャーサポート社長の斉藤優馬さんです。はい、お願いします。お願いします。斉藤さんがこの30代大企業社長というのにすごい思い入れがあるみたいで、はい、なんでそんな思い入れがあるんですか？あのやっぱり日本の大企業は既存の事業から社長になった人はほとんどじゃないですか、はいはい、でも実際はやっぱ会社を変えて社会を変えるにはやっぱ30代ぐらいから子会社の社長やって、そこから40代50代社長になっていく、まあ、そういうリーダーが本当に必要だと思うんですよ、僕はあのまさに新浪さんをロールモデルとして未来の新浪さん300人ぐらい作ろうということで30代社長300人プロジェクトと、はい、今回あのニュースピックスのニュースクールでもやらせていただいて、はい、ここは僕この日本の生命線だと思ってるんで、ちょっと今日は気合入れて、今日も、はい、人生かけてきてください、はい、よろしくお願いします。続いてのゲストがマネックス証券社長の清明優子さんです。よろしくお願いします。清明と申します。清明さんご自身も30代で社長経験された後にマネックスに社長になった、そうですね、私今日30代社長ということで、年齢の話ばっかりすいません、40代なのにいいのかなと思いながら、全然大丈夫です、今日ここにやってきました。一応30代で社長は経験しておりますが、今は40代になってしまっております。よろしくお願いします。30代で社長成長してやっぱ良かったなと思います。そうですね、最初はどうしようかなと、まあ、できるもんでもないかなと思ってましたけど、やってみると、まあ、やらないといけないというか責任感も出てきて、あの意外と、はい、いただいたチャンスは、まあ、チャレンジしてみるもんかなというふうには思いました、はい、そこら辺の経験も今日はお聞かせください、はい、よろしくお願いします。はい、続いてがですね、タッチトゥーゴーの阿久津智樹さんです。よろしくお願いします。タッチトゥーゴーっていうのはこれ JR 東日本の関連の、はい、JR 東日本の関連会社って形になってるんですが、僕らがもう一つやつ JR 東日本スタートアップというコーポレートベンチャーキャピタルから出資をしている、まあ、大企業から生み出したスタートアップみたいな形で、今あの高輪ゲートウェイで無人決済店舗という、まあ、Amazon Go に次ぐサービスを日本から生み出そうということをやってる会社です、はい、はあ、なんか全然 JR っぽい硬さがないですね。すみません、よく怒られます、はい、よく怒られますということでよろしくお願いします。はい、そしてリモートでのご出演となります SMBC クラウドサイン社長の三島秀樹さんです。お願いします。よろしくお願いします。三島さん、この SMBC クラウドサインってどういう会社なんでしょうか？
そうですね、端的に言うとですね、クラウド型の電子契約サービスですね、これを提供している会社になってます。で、昨今コロナ禍でですね、まさに応援のための出社ということがすごい社会課題になっていて、まあ、それをこう解決するソリューションとして、まあ、結構最近ホットなですね分野かなというふうに思ってます。はい、三井住友フィナンシャルグループと弁護士ドットコムの合弁ってことですね、ジョイントベンチャーってことですね。そうですね、ジョイントベンチャーという形で、ほぼ出資比率も半々ぐらいという形で、SMBC の子会社ではあるんですけども、うん、まあ、両方ですね、対等の精神でやっていくというような形で作られた会社になってます。三井住友の中では画期的なんじゃないですか、37の時に社長になったんですよね。そうですね、一応その SMBC グループの中で最年少という形でですね、うん、まあ、これまでもいくつかそのジョイントベンチャーとか、あと子会社の社長っていうのはあったんですけども、うん、まあ、これまで最年少でだけも40後半ぐらいというような感じでしたので、まあ、結構そこはまあ、ある意味で記録更新という感じになったのかなというふうに思ってます。はい、皆さんありがとうございます。ちょっと落合さんも興味が出てきた感じがしてますね、はい、興味出てきました、はい、出てきました、はい、でちょっと興味にさらに火をつけるためにですね、まず斉藤さんに、はい、その今の大企業の年齢の状況とかですね、なんで30代社長が必要かと、ちょっと簡単にご説明いただきたいと思います。そうですね、はいはい、じゃあちょっと資料よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、でも日本を変えるポイント2つで、うん、1つはスタートアップが時価総額トップ10を塗り替えるぐらい成長すること、うん、はい、でもう1つは大企業の経営トップがですね、新規事業とか経営が長い方がトップになって変えていくことだと思っていると、うん、まあ、でここに映っているように、うん、やっぱり早期に、まあ、30代ぐらい子会社社長、うん、はい、そこから40代全体のトップになるようなリーダーをいかに生み出すかですね、うん、特に今みたいに不確実だと自分の言葉でもうリーダーシップを取っていく、そういう経営者が求められてと思ってるというのが一つです。でその次のページですね、で実際になるには、まあ、社内の新規事業制度とか、まあ、阿久津さんとか三島さんみたいに CVC ジョイントベンチャー的にやる方法、はい、あるいはそのパナソニックで出戻りで元セレボの方がですね、社長になったみたいな、買収で戻ってくる人もいたり、あとはその伊勢丹の額田さんって方39歳で抜擢で社長になったりとか、であるいは後継ぎになる人もいるというところですね。でその次ですね、で実際これもうたくさん2週間に1人ぐらい大企業の30代あるいは41、2歳の社長が今生まれてるんですよ。でこれなんでかっていうと、やっぱデジタルとかテクノロジーが新しくなった分野が一気に増えていて、でそれはやっぱり若い人が得意なんですよ。でもう一つは今ベンチャー企業にいい人がどんどん抜けてっちゃうって問題が大企業あって、やっぱり裁量を任せていかないとなっていう風に風潮がなってると、ここで30代社長がどんどん生まれてるというのがあります。で次のページですね、これ注目いただきたいんですけど、実は時価総額1兆円以上のベンチャー企業5社しかないんです。でそのうちの4社が大企業から出たベンチャーなんですよ。あ、確かに。でこれ楽天の三谷さん以外って全部大企業初なんですね。あ、確かに、ね、これすごく大事で、もう本気で大企業がベンチャーやれば、やっぱおそらくこの10年で時価総額超超える会社いっぱい見ると思うんですね、その意味でもやるべきだと思ってます。でそのそうですね、で実際ベンチャーの支援してると1日8アポとかやってるんですよ、ベンチャー企業家、でもほとんどが空振りなんですよ、これ見てて思ったのは、大企業側に若くて意思決定できるスタートアップの企業家と同じぐらいの年齢の人が増えれば、僕社会変わると思ったんですね、それをこの30代社長をなんとか増やしたいということで、今命かけてると。命かけてる、はい、以上です。いや、でもね、熱が伝わってた。よろしくお願いします。お願いします。落合さん興味持ちました。まあ、ちょっとはちょっとはちょっとくらい。いや、なんか確かに、まあ、年齢はそうなんだけど、なんか、いや俺の分かんないところは、なんか俺ずっと思ってることがあって、なんか一つ上の目線を常に持ってないと人間はすぐに無能になると思ってるんですよ。どういう意味かというと、例えば社長だったら社会全体のことを考えないといけないし、で社会全体のことを考える人だったら世界全体のことを考えないといけないと思うんだけど、それはほら、だからなんか人間能力がいくところまで行って 無能になるって補足あるじゃないですか。でそれ考えた時に、確かに長いことを社長をやって経営経験積むと、まあ、社会性も身につくし、あと肌感もきっと分かるんだと思うんだけど、空気感とか肌感とか何を求めてるかとか、どこが社会課題で何がサステナブルかみたいなことは常日頃から毎日考えるのが習慣になるわけじゃない。でもなんかそういうことをなんかやらせて生え抜きで伸ばしていったところ時もまあ強くはなるけれど、だいぶこう世の中が不安定な状態になってると、なんかそもそもそういうもんじゃない意思決定の強い、そもそも社長にはなれなそうなわけのわかんないやつにも価値はあるだなと思ってて、なんかその大企業に大企業30代社長って、なんか何て言ったらいいかな、なんか哺乳類の時代に
なんかステゴサウルス作ってるような気もちょっとしてるんですけどどう思いますか。すごい質問。まあ、今大企業って実際にいると分かるのが本当に順番待ちなんですよ。なるほどね。要は50超えないとチャンスほぼ回ってこないって中でやっぱみんな諦めて30代とかでベンチャー行っちゃうわけですよ。だけれどもやっぱここでそのデジタルが分かってでベンチャーの人とコミュニケーション取れて決裁権があればこれ打率高いんですよ。大企業のリソースでベンチャーのスピード感で動いたら成功率絶対高いんですよ。信用力が違いますもんね。そうなんですよ、うんうん、あ、まあ、社会のね、なんつうんですか、再韓流を起こすような感じですね。そうですね、そうですね、うん、でこれが30代社長が当たり前になれば多分これって議論にならなくなるんですよ、うん、で今あえてこれを議論しないといけない、うん、そういう時間帯かなと思ってます。二並、うん、さんいかがですか今の聞いて、うん、いや僕はあんまり気せずして、ね、35で病院給食っていう全くローテックでね。でただ考えたのは三菱商事の先輩たちが知らないこと、それとちっちゃいこと、そういうことによって口出されないってこと、何やっても文句言われないと、その代わり腹くくれますよね、何やっても自分のせいだから。でそういうことを意図しなかったんだけどもやってみてすごい大変だなって、実はやらなかった方が良かったってねその時思ったんですもう実はね変な話、家帰ってね涙流してね、やっぱり丸の内でエリート商社マンやってた方が良かったなって実は本当に思ってた、だけどつうのはね、コックさんにしてもね栄養士さんにしてもね僕の言うことを聞いてくれないし、言ってる話もわからないし、でもね丸の内にいる世界と本当の実社会ってどっちが本当の実社会かっていうと、実はこっちの方が実社会で、いわゆる言い方としてはちょっと上から目線で申し訳ないんだけども、実社会の方が自分の成長には合ってんなと、そういう中に入ってみて初めて現場っていうのはどういうものであるかとかね、いかに自分がやってきたものが非常に空虚のものだな、そしてまたそこでリート像の中で上を目指すっていうことよりもこっちの方が自分にとって合ってんな、これが経営だと。で何かやってうまくいったら全部自分のね、で悪くなっても、で相当失敗ばっかりするしね。ただねおっしゃるようにね、僕はなんとか食っていかれるやったら思ってたもん。あのね33でこの事業を始めた時にやっぱなんとかなるやって思うんです。今同じことできないね。なるほど。まあ、60になってね今同じことできない、うん、やっぱりいろんなことが見えちゃうと怖くなって、で見えないからできるってことがすごくあって、そして見えないところに入ったと。三菱商事に何のノウハウもない、ただ三菱商事の決済をしてもらうために1億円かなんかしてもらうためにはフランスの世界一のパートナーを連れてきた、何のやこのパートナー役に立たなかったけど大企業においてはそういうものが入ると OK が出る、でやらせてもらって、まあ、7年やって、まあ、売上まあ100億までなってそれで辞めていったんですよね。でもこれが全てね自分にとって学びでした。だから何かをその目指したんじゃないけどやってみてやり抜いてってそこで学んだってことだと思うんですね。阿久津さんは JR で浮いてないんですか。いや浮いてますめちゃめちゃ、はい、なので僕も新浪さんの今お話聞いてすごい思ったのが、僕もこの後ご説明させていただくんですけど、鉄道会社とは思えないニッチなことばかりやってるので、でいつも本当に 2,3 人とかのプロジェクトをやってるので、やっぱそっちの方が意思決定早いですし、まあ、大企業には大企業のいいところも僕も分かってますし、やっぱそのリソースを使って自分のやりたいことだとかスピード持って新しいことをやっていくっていうのが、まあ、僕としてはやりたいことだと思って今やってるって形ですね。また僕は大企業の可能性をすごく感じたのは阿久津さんと出会ったところで、普通ベンチャー企業は大企業のことを遅いって言うんですよ、でも阿久津さんが早すぎて阿久津さんがベンチャー企業遅いっていうぐらい早かったんですよ。でそれ僕可能性感じたんですよね大企業。どちらかというと先ほどの現場が肌に合うというのは、僕はスタートアップ界隈の人たちのやっぱ生きるか死ぬかの争いをやってる人の方がやっぱり毎日スリルがあって楽しいので、はい、これすごくいいなと思う。僕も庄司から始まって、実は庄司でそんなこと僕がやるなんて思ってなかったんで、でもいろんなネットワークは庄司持ってるんでね、三菱商事が、それはね先輩たちのところで駆け込んだらねすごく支援してくれましたね。つまりこんなことをやるやつはまあアホやと、しかし真面目にやるんだったら応援してやろうってね、実は大企業のねリソースをね本当に死ぬ気で使えばねものすごくあるんですよ。そういった意味でアカウントいっぱい取れたし、お客さんいっぱい持ってますからね、そこの給食現場だとか病院だとかそういったところにね口利きしてくれるから、新しい企業そのものにそのあんまり信用力ないけども、ここに親会社の信用力をうまく使うとねバーンと広がるわけですよ。だからそのためにはねこっちのパッションないと動いてくれないから、そういった意味では非常にいい環境に恵まれたなとも最後思いましたけどね、三菱商事っていう。そういった中でこの30代社長をより増やしていくために、かつまあ若返りを進めるためにどういうことが必要かってちょっと議論したいんですが、ちょっと一つグラフを出していただきたいんですけど、社長の平均年齢ですね、これ全国の339万社で
いった場合に、まあ、ずっと上がってる、まあ、日本がずっと高齢化しているのでそれに比例して上がってるってところもあるかもしれない。1年に 1年に 0.5 歳ずつ上がってんだからむしろ若返ってんじゃないかとか、ね、あそういうこともそういう言い方もできるんですね。けど、まあ、社長の平均年齢62ってことでどんどん上がってきている中で、まあ、30代社長って、ね、難易度が上がってきてるのかなって気もするんですけど、こういった若返りってやっぱり社長の若返りって新浪さんから見て 大事ですか。あんまり年齢はやっぱ関係ないですか。いや あると思いますよ、はい、30代であっても40代でもいいと思うけども、うん、早くやらないとリスク感覚って意味ではまあ今だったらできるよなっていう人たちに していくことがすごく重要だし、そういう人たちがやっていけば、うん、要は何をやるかっていうと自分で決めるから腹のくくり方が分かるんだよね。大きな会社にどんどんその自分の自身が次に大きな会社、うん、また次の会社っていうか、まあ、そういうようなことをやっていく中で一番重要なのはどちらかというと理論よりもここでやってみるかなっていうね、腹のくくり方が分かってくるんで、こういう人が増えることによって大企業そのものも伸びるんでね。まあ僕は早く30代で意思決定ができるような人たちを多く増やしていくことが重要。ただ選ばないといけない。経営ってある意味じゃセンスもあるんでね、誰もがやれる話でもないし、あと意欲もなきゃいけないんで、育てるっていうのはなんか上から目線なんだけど、自分がやりたいっていう人がいないとね、だからそういうカルチャーを作ることで手を挙げさせていくってことが重要なんじゃないかなと思いますけどね。あとね、大企業ね、問題なのは定年だと思うんだよね。65とかね、なったでしょ。で70を議論されて、僕は40、50ぐらいに下げるべきだと思って、そういうことによって自分の人生自分で考えるのは早くさせた方がいい。大企業も65まで面倒見ますなんていう大企業っていうのはほとんどないし、銀行なんてもっとひどいしね、もっともっと早く終わるでしょ。で商社も早く終わるし、その時気づいた時に自分の人生何なんだって思うよりも、早い段階で40だったら30の時に何かやってなきゃいけないとかね、50だったらねどうだった、自分の人生設計を自分でやらないと、最後企業が悪いんだってなった途端に自分自身がアンハッピーだよね。ですから自分の人生を自分で作るっていうこと、そのためにも30歳で何をやるかって、その時に社長である必要があるかどうかってあると思うんですね。例えば CFO だって経営者だし、僕は CFO できないんだよ、いい加減だから。イケイケどんどんで後ろで待てよ新浪お前待てよって人がいなきゃな。だからそういった意味で経営者っていう意味で自分が何やってるかってね、考えてそれを目指すべきだと思うんです。ですから今社長というふうにしてるけど、実はスタッフとしてすごく優秀であってもいいんですよ。そういうことをやるっていう人が出ても、僕ローソンで12年半、まあ株価が4倍になったとかね、これ自分のせいがやったことじゃなくて、いろんな方々がいてその人たちが CFO をちゃんとやってくれたし、いろんな、ね、CXO をやってくれたからだと思うんですよ。そういう人たちもそこにあった人たちが、ね、いるわけで、社長のみならず自分が社長じゃなくても CFO でもいいんですよ。ね、やっぱ若い方がいいみたいですよ、ね、若い方がいいっていう、先ほど年齢関係ないっていうのが言ってたじゃないですか。もうもう納得してきました、なんで若い方がいいかっていうのをもうちょっと説明してください。実はこれ30代までって僕言ってるのは、30代だと転職しやすいんですよ、まず。あで、はい、結局大企業とベンチャーの間の塀の上を走るみたいな形じゃないと変えられないです、会社って。もう自分いざとなったら 死ぬっていうとこを確保しないとできない、その時にやっぱり30代だったら転職しやすいってのもあるんで、最後の命綱あるわけですよ。で40、50ってなると、まあもうじゃあ子どもの大学なんだとかになっていくと、やっぱりそこで止まっちゃうわけですね。その意味では最後一つ持ってるっていうのがまず30代の強みですよね。あとはやっぱりそのおっしゃるように社長じゃなくてもやっぱりリーダーの人口、競技人口を増やすのが大事なんですよ。それをやりたいですよね。そうですよね。一方でですね、佐々さんの言うようなことがずっと起こってくると、実は大企業にとっても面白いことが起こって、いい人材に残ってもらいたいと思うんですよ。つまりそれはすごく自浄作用があって、大企業もそういういい人材がねどっか行くよりもうちに残ってもらいたいな、だから企業の内部の、ね、構造改革しようとか、そう変わってくるわけですよね。やっぱり企業は当然人材次第ですから、そういう人たちがどっかで子会社で頑張った人が他行っちゃうよりもうちに来てよねっていう、こういうねなんかダイナミズムが生まれてくると大企業大きく変わると思うんですよね。ですからそういう人たちどっか行っちゃうぞ、いやうちの方がいいからさいでよねっていうぐらいのね、そういうダイナミズムになったら日本の全体のね企業って大きく変わっていくと思うんですよね。でも大学企業はねやっぱ何かやると足引っ張られるのはね間違いないけどね、それをぶっちぎるぐらいのねなんかないとね、多分
そういうぶっちぎるものがあるからねやれてんだと思うんだけども、パッションだけではどうにもならなくてやっぱりね政治がすごくあるし、まあ、正直言って、それを乗り越えないとやはり潰されちゃうし、いいとこ行ってもあいつはどうだこうだって悪いとこだけ言われるからね、そういう意味ではプロトコル知らないと大企業のうまい具合にそういうところやらないといけない。僕は直接その自分の上司の上司の上司だとかね直接話に行ったりね、だからこそ嫌われたけどもやっぱり成功させるためにはこのできない上司に行くよりこっちのね偉い人に行った方がいいわけで、だからそういった意味ですごい大企業においてはそのジェラシーだとかそういったものがあるんでね、すごいリスキーでは、だからそこの部分がね日本の企業ってすごく多いんで、なかなかその大企業のダイナミズム分かんないと難しいだろうなと。もう最近は変わってきてるのかもしれないけど多分人間の根っこは変わってないから。社内政治のキーポイントって他にどういうところにあるんですか。もちろんキーマンの人を見つけてキーパーソンの方を見つけてその人に直接行くとか今おっしゃいましたけど、僕の後ろに誰が見えるかっていうのは結構重要 でそれを思いっきりやらないと本当にいい仕事できなかったりして、僕は実は43でローソンの社長になった時っていろいろローソンそのものももう潰れかかってたから、みんなが応援してくれたけども少しうまくいき始めると正直言って後ろから鉄砲撃たれてるなってこともあったし、自分の上司の当時役員だった人か僕 の部下になっちゃったりね、こんなことは三菱グループそのものであんまり起こったこともないと思うんですけどね、そういうことを支援してくれたその社長会長がおられたんでね、直接その代わりこまめにこまめに説明に行くと、そしてそういう方々が応援してるから他の人たち足引っ張らないぞと、そういうようなことは本当に必要なコストだったと思うんですよね、だからおかげで本当にいい会社になってくれたと思うし、でもそのローソンができたのは、病院給食の会社をやった自分があったからだと思うんですね、それは多くの人たちに共鳴をしてもらってサイズが多くなればなるほど自分でできることって限られてるん で、でその上で今サントリーって来ててこれはなおさらできないと、そうすると自分で、ちっちゃな会社の時は全部自分でやったけど今度は人にやってもらわなきゃいけないと、そして次の段階もっとやってもらわなきゃいけないと、この段階的にいくとそれはもうどうやって共鳴をしてもらうかっていうことの、そのノウハウが身についてくる。それっていうのは、親会社に対してもそういうことが共鳴してもらえるっていうものになってる。それって多分皆さんねオーラがあるんだよね。そのこの人だったら大丈夫かなって、このパッションに顔に出てきたり目に出てきたり、だからこれって非常に非科学的な話してるけどもすごく重要なことで、細かいこと分かんないけどこいつ応援してやろうっていうふうになってくと思うんだよね。すごいオーラ持ってると思う。斉藤さんのパッションとかすごいですもん ねそのものだね。いや俺今からずっとさっきから考えてたんだけど、やっぱ確かに若返り重要かも。なんだそれ。